これある誰か見てんのこれは。これはね、今から多分 Facebook につないだら見ると思います。あ、ほんとそうなんだ。うん。わかりました。つないで、つながない方がいいですか。いや、いいよいいよ。別につないでくれたら全然。じゃあ、つなぎます。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと今日、うん、まずテーマがキュアからケアってことで、うん、まあ森本さんがどうしてそこになんかこう、たどり着いたかっていうところを、まずは話してほしいなと思います。自己紹介も兼ねてなんですけど、これってすごく、テーマだけ見てではこういう先生だと思うんですけど、なんで自分がそういうことを大切に思い始めたかっていう、その感じられたことがあって、それから行動に移ってたと思うんですよね。まあ感じたんじゃなくて、正確に言うとそういう医療現場を見てきたから、先に手を打たなきゃっていうことで多分やられたと思うんで、ちょっとそこら辺、このそこら辺のなんか行き過ぎた話をまず最初に聞きたいな、自己紹介も兼ねてなんですけど、うん、お願いしてよろしいですか。まあ僕は脳外科医だから、はい、本来全くケアとはかけ離れた真逆の、うん、脳を触ったり、まあ、脳のやっぱり手術ばっかりしてたわけだから、はいはい、全くケアとはちょっと真逆の立場にいたのね、うん、で、まあ、要するに毎日毎日外来以外の日は手術してて、まあ、それはそれですごく自分の中ではまあ充実感もあって患者さんを助けてるっていうのがあったんだけど、うん、ただ、ひとたびその手術から離れて外来すると、うん、まあ、頭痛とかめまいとか耳鳴りとかいろんなことで、まあ患者さんが頭大丈夫ですかって、はい、で、そうしてまあ頭の検査を実際してみると、まあ、正直9割っていうより9割5分以上ね、うん、まあ、脳を調べても何もないわけ。っていうのは、9割5分もですか ?9 割5分。だ、もちろん救急外来は別だよ。うんうん、一般外来来る患者さんのね、はい、やっぱりその人たちじゃあどうしてそういう頭痛とかふらつきとか、まあそういったいろんなそのしびれもそうだし、うん、耳鳴りもそうだし起こってるのかっていうと、まあ、病気から来る症状というか体の不調から来る症状ね、はい、まあ、特に今もうスマホが、まあ、皆当たり前に見て、でデスクワークが多くなってパソコン見て、うん、で電車の中でパッと周り見渡したら8割9割はみんなスマホ見て、みんな首こうなってるわけで下向いてるわけよ。もう10割ですよ。ね、もう体をやっぱ動かさない、体固まった状態になってて、はい、でやっぱりもう生活のリズムも昔と比べて、夜別にネットもあれば、コンビニも空いてたりとかして、昔のように規則正しい生活してるとすごい少なくなってきてるのもあるし、うん、そういうのがやっぱりみんなの中で、やっぱりその体の不調と、まあ、ストレスにつながってる部分は多分にあると思ってて、うん、だからそれをすぐ薬でやっちゃうと、はい、薬っていうのは例えば頭痛薬もそうだし、ふらつきの薬もそうだけど、症状は閉じ込めれるんだけど、はい、原因には何もしてないわけね、うんうん、だからもちろん症状を一時的に抑えてあげることも大事なんだけど、でも薬だけやってたら原因には何もしてないから、またその同じ薬使うことになって、はい、どんどん使っていくうちに効かなくなるのも分かってるわけだから、うん、だったらやっぱり自分の生活をきちっと一回見直すことと、自分の体のケアをやっぱり自分でもう一回考え直すことが、やっぱりそっちの方が大事だというふうに自分の考えは至って、うん、患者さんに対してそういうことをやっぱ啓蒙したいと思って、はい、外来でそういうことを啓蒙して、やっぱり自分の病院の前にもそういう施設作ろうと思って、でそういったその、まあ、ヘルスケアスタジオをちょっと自分で作って、まあ、僕っていうか友人たちと作ってもらって、はいはい、も利用して、まあ、患者さんにできるだけ薬だけじゃなくて自分の体のケアをきちっとしていかなきゃ薬の依存の症になっちゃうよっていうことを言ってるわけ。はいはいはい、なるほど。そういったのが、やっぱり現場で見てきたからってことですよね。そうね、だから本当にもう体の不調から来る症状って意外と多くて、うん、これって何かに言っても僕たち医者ってやっぱり画像を撮って何か見つけてそれで病気ってのが多いから、はい、だから例えばふらつき一つでも脳外科でも何もないよ、耳鼻科行っても何もないよ、自律神経じゃないのとかストレスじゃないのって言われちゃったりとかね、うんうん、そういうのもすごい多いし、で頭痛にしたって脳に何かあるから頭痛っていうよりも頭蓋骨の外側のね、筋緊張とか神経の過敏とか、うん、そういったもう本当に自分の体調の不良によるやっぱりから来る頭痛ってすごく多いですね、うんうんうん、だから本当ケア、自分の体のケア、まあそれも食事も含めてだけどね、はいはいはい、すごいやっぱ大事だな、大事じゃないかなっていうのをもうずっと思ってて、う
うん、患者さんに今そういうことをやっぱり話してる、啓蒙してる。なるほど、うん、まあなんかそれでそのヘルスケアクリニックのその内容、そのケアっていうところ、その今までは治療をするっていうところで、まあ、また手術をするっていうところで対処療法的にやってきて、まあ、脳を中心に多分やられてきたと思うんですけど、うん、今ケアって言ってじゃあ脳のケアをしてるのか、どういうケアをしてるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、うん、そのケアのスタジオで何やってるんですか、ヘルスケア。要するに脳ほとんど、みんなが例えばじゃあストレスっていう、ストレスが多いっていうよね、うん、例えばまあ大体そのストレス、自分いろいろその日常生活のことをこうアンケートも必ず問診票にあるんだけども、はい、まあ、要するに、まあ、もう肩こりが多いとか寝不足だとか、うん、あとまあデスクワークが多いとか接客が多いとか、まあ、いろんなこと、まあ、要項になってそれみんな丸して言ってくれるんだけども、うん、例えばまあストレスコントロールしようとしたときに、うん、要するにストレスだけのコントロールってみんな難しいわけよ、はい、でやっぱストレスが多くなってくると必ず生活が雑になってくる。で、いろいろ食事も不規則になるし、自分のやっぱりその毎日の生活もだんだん荒くなってくるので、だ僕が継承して言ってるのは、はい、ストレスが溜まってると自分で感じてるのであれば、まず体の状態を良くすることを考えてほしいと。じゃあ、例えばそれはどう、うん、どういうことかっていうと、やっぱりほとんどの人はもう結局、交感神経、自律神経って交感神経と副交感神経があるんだけど、はい、その要するにリラックスの副交感神経よりも、緊張ストレスのやっぱり、まあ、副交感神経じゃなくて交感神経ね、緊張とかやっぱりストレスって交感神経なんだけど、うん、そっちの方がやっぱりもう偏ってる人がすごい多いので、うん、そうすると大概の人はもう体もガチガチだし、はい、でやっぱり呼吸も少ない、うんうんね、でやっぱりもう物事せかせか毎日やってる人が多い、うん、だそういったことを、だから僕は実際ヘルスケア の、 そのスタジオでは、うん、まずは自分で自分の体の状態を知ってもらって、それはもうカイロプラクティックの人に実際触ってもらって、はい、筋膜リリースしてもらって自分の体のチェックをしてもらって、その上で自分がリラックスする体、状態のいい体を作るために家でどういうことをやっていったらいいかっていうのを指導していくっていうのをやってもらってるよね。なるほどね。で、体の状態が良くなったらメンタルの状態も良くなるっていうのは自分は思ってる、姿勢も含めてね、はい、だからそういうことを主にやってるっていうことね。なるほど、うん。これってなんか僕意識が先か行動が先かみたいなところかなというふうに思ってて、うん、まあ、意識って言葉を脳っていう言葉に置き換えると脳で考えて行動に移れないこと多々あるわけじゃないですか、うんうん、で行動をじゃあやったらどうなるかって言ったら今みたいに意識が変わっていったりとか脳の循環が良くなっていく、要するに体が動いてるから多分それのおかげによって血液の流れも良くなって、また最終的には脳、要するに意識が良くなっていくってことがあると思うんですけど、うんうん、僕非常に難しいというか、うん、自分自身も感じたことなんですけど、うん、肩脱臼したんですよこの間、うんうん、一人だと治せれないんですよ、うん、で右手を治そうと思ったら左手のサポートがないと上がんないんですよね、うんうんうん、世の中にはこのサポートする人が少なさすぎると思ったんですよね。で、そのサポートする人が親っていうサポートする人なのか、うん、それがね、妻なのか分かんないけど、うんうん、そういうなんかサポートする人っていうのが家で忙しくしすぎてるから、うん、いろんなことで社会に問題が起きてるんじゃないのかなっていうふうに最近思い始めたんですよね。なぜかって言ったら、自分で僕はこれをなんか本当に右手を自分だとここまで上がるんだけど、左手やったらグググググって上がるし、先生がいたら上げて、うん、で脳の中で動かしたいと思ったら結局動かないんだけど、うん、こう無理でもいいからこう動かしていくと可動域が上がっていって、でそれが今度慣れると脳もそれに慣れるから、うん、自分の意思でも動かせれるようになっていくっていうのを見たときに、同じようなことが社会にいろんなところで必要なことっていうのはたくさんあるんだなと。でそれが家庭の中であればいいし、うん、家庭の中でなければそういったところをサポート、何かをサポートしてくれる拠点みたいな、ね、それがヘルスケアスタジオなのか分かんないですけど、うんうん、やっぱり人一人の意思っていう脳は、うん、とにかく弱いと、うん、だから行動をなんか即せる行動をこう続けさせるための仕組みっていうのが必要で、まあ多分先生がやられてる、うん、これはそれもまさしくそういうことで、うん、いやね、アイアンマンを自分の病院のスタッフと
14、5人で来て全員で完走しきってね翌日あんなに宴会して楽しくやってる人なんか世の中そんなにいないんですよ、やっぱけどね、あれって何があるかって言ったら結局支え合いなんですよね。あ、まあそうだね、本当そうだね、うん、でその支え合うっていうサポートっていうことがなんか究極のケアだとは思うんですけど、うん、まあ、それが医療っていうところを使ってケアするのか、家庭の中でそういうケアをできるポジションの人が一人いるかいないかっていうのは、うん、なんか大きな差じゃないのかなっていうのを、うん、まあ、最近自分がこう脱臼をしてから考えさせられましたね、やっぱ、うんうんうん、それぐらい脳っていう存在は弱いなと思います。まあ、本当に、まあまあ、脳外科として、まあ、そういった外来やっててね、まあ、本当にそう、うん、症状的には脳じゃない症状が、みんな脳だと思ってるんだけど、うん、頭痛にしてもふらつきでも脳だけじゃないところで、まあ、脳ももちろん多少絡むんだけどね、うん、もっと自分の根本的な、もっと体の調子さえ整えばこういう症状なくなるよっていうのはすごく多いんだよね、本当に、うん、だから、まあ、例えば自分のスタジオで、まあ、そういったな体のケアをするしてもらうっていうのは自分で何やったらいいか分かんない、もっと体を動かしなさいよとか、うん、もっとストレッチしなさいよって自分で何やっていいか分かんないわけじゃない、うん、一人一人やっぱり硬いところも違えば硬さも違えば、うん、だそういうのはやっぱりその人が取り組みやすいようなメニューからやっぱり指導してあげたら、もっとそういうの、その習慣をつけさせることがやっぱとにかく大事なんで、うん、まあ、そういうサポートができたらいいなって言って、それで、まあ、そういうのやってるんだけどね、うん、習慣はやっぱり作らせるっていうか、自分の体に向き合う習慣を作らせるっていうかね、うんうんうん、だ僕とはケースケでもやっぱすごくやっぱそのいろんなことやっぱりこれやりたいっていうのすごいパッションってやっぱ強いじゃん、強い方じゃない、はい、そしたらもう完全交感神経のハイパー人間でしょ、僕たち2人と。だからそこでやっぱりうまく自分の中で、やっぱりそれでコップの水いつも満パンで走れないわけだから、はい、どっかでやっぱり自分で水少し出しながら走ってるわけよ、はい、抜きながらね。でもやっぱりそれが抜ける人はずっと元気でやれるけど、うんうん、やっぱりそう抜けなくてずっと走ってて、なんか疲れちゃったり、何かもう自分の中で無意識感じてすごいストレス溜まって、それが体の調子に出てきてる人っていっぱいいるわけよ。うんうん、だからできるだけやっぱりそういった自分の体をやっぱり見直す習慣ね、例えばヨガなんてあれ結局呼吸と、まあ、ストレッチとやっぱりあの姿勢の問題でよくみんなそれを組み合わせてやってるわけだけど、はいはい、最初の目的はやっぱりメンタルをやっぱり安静させることじゃない、はいはい、ね、最終的にその体の調子を整えることで、まあ、呼吸も含めてね、まあ、メンタルの調子を良くする、だからやっぱり体の状態っていうのはすごくやっぱメンタルのにすごく影響してるから、うん、ね、だからできるだけもう みんなでもまだそこに気づいてる人ってそこまで多くないと思うんだよね。まあけどね、これをすごいのは、うん、脳神経って多分、うん、この医療の中でも、うん、まあものすごく難しい分野で、うん、ミスが許されないっていうぐらいやっぱ細かいことに気づかないと、それから気をつけないと、うんうん、見た目ちょっとで見た目たら大変なことになるぐらい仕事じゃないですか。そう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 。それなのに、うん、心って場所がない話をしてるんですよね、森本さんが、うんうんうん、心ってどこにあるんですかって、臓器がないのに心を整えるためっていうのをこれ言ってることって、うんうん、もう結構緩いんじゃないんですかって思うところもあるんですけどね。でも結局心って俺も分かんないので、だから僕は自律神経っていうところがやっぱりそういうものをみんなのそういったメンタルに強く影響してるんじゃないかなと思って、うん、でどうやって自分の体、心のリラックスの部分っていうのを自分で作っていくかっていうのがすごく大事じゃないかなって思ってるんだよね。うん、っていうことは、まあね、ヨガもそうですけど、ね、ただ単純にこうゆっくり動かないヨガもあったりとか、まあ、すごい体の可動域をね、こうちょっと無理しながら少しずつ動かしてゆっくりでいいから、その体の可動範囲をこう広げることによって、多分体の凝りとかを取っていくような考えがあったりとか、多分いろんな考えっていうのがいろんなヨガの形あると思うんですけど、でそれによって体の中のいろんな流れを良くして、でそれが良くされることによって心が落ち着くんだっていうのってね、やられてる方たちって非常に多いと思うんですけど、うんうん、本当一日ソファーで、例えば疲れてて一日ソファーで行ったら疲れるでしょ、はい、もう夕方ぐらいだって体動かさないでずっとあれやってるとね、やっぱりソファーに座ってる姿勢ってすごい悪い姿勢だし、楽なんだけどすごい、うん、あれやってると腰もやっぱよ、ね、やっぱ重くなるし痛くなるし、うん、やっぱアクティブレストもすごくやっぱ大事なことだしね、休暇の時もやっぱりそうやって動くのも、だからそういったなんか自分で気づいてもらって、そういった習慣を作ってもらうことが、僕は余分な頭痛とかめまいとかの余分な薬を飲まない、うん、もうもっと先に行けば
そういう薬飲みすぎても安定剤しか効かない人がいっぱいいて、僕も患者さんにね、うん、できるだけ安定剤を飲まさない方向にやっぱり持っていきたいっていうのが自分の考えなのね。なるほどね、うん、まあちょっと今ね、薬っていうのがちらっと出てきたんですけど、ここからなんか口に入れるっていうことをちょっと話したいんですけど、うんうんうん、まあ僕はそれをできれば食事から気をつけてほしいなっていう習慣を作ってほしいと思って、うん、まあ最近は食からいろんな発信をするようにしてますと、うんうん、で先生の方は多分どちらかというと食もそうなんですけど、うん、その体を動かすっていうことから、うんうん、血流を良くする、うん、体流を良くするっていうことからの予防っていうところでケアと今はされてると思うんですけど、まあもちろん体を動かすのも大事なんですけど、何よりもまず口から入っていくものに、まあそれは大事、本当にあまりにも意識が向いてない人たちが多すぎるっていうのがすいません前より昔より気をつけて、本当でもそうだよね、まあ自分も含めて、自分も結局やっぱりこんな仕事してるから、うんうん、ついやっぱりね、簡単なのに済ませが、外食で済ませがちだったりとかね、うんうん、だから本当に今僕はすっごくやっぱりこのコロナ期間中意識してたのは、うん、とにかく家から出れないと、うん、体動かせれない、うん、汗はもうほぼかかない、うん、ってなってくると塩分濃い食事してたらどうなんのっていう状態になるわけですよね、うん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 、だそれに対するものすごい危機感があったんで、うん、しかも偏った食事していくと、うん、絶対精神疾患にもなるし、うん、で塩取りすぎ砂糖取りすぎで、それこそ僕らみたいなね、仕事に対してハイパーっていうのはハイパーじゃなくて、本当に精神疾患的なハイパーになってる状態になっていくと、うん、体を動かさなかったら非常に危険で、うん、その後落ちた瞬間にはなかなか戻れなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、そうだね、でそこはね非常に危険だなと思ってたんで、うん、僕この期間中はね本当に塩なし料理とか旨味でやっぱりこう胃や腸からどうやって副交感神経を豊かにするか、うん、稼働を良くするかっていうのを意識したレシピだけをほぼほぼ動画で上げてたんですよね、うん、あれでもね、俺ね、本読ませてもらってね、はい、一つね、まあ料理のことは詳しく、まあ、その通りで言うとおりで方法なんだけど、自分のやってるのとつながるのは、うん、もう患者さんに講義でね、うん、まあ、要するに話すのもね、話すのも歩くのも食べるのも全部ゆっくりすることが副交感神経だよ、うん、要するに食べることも、できるだけゆっくりやっぱり食べることによって、まあ、ケースが言うその旨味っていうものが自分の中で、要するにそういう塩の味とかそういう砂糖の味じゃなくても、実際その素材の味を味わうためにゆっくり噛むということは、それがすごくまあいい、うん、いいって言ってるじゃない、本で書いてるじゃない、はいはいはい、あれは単に本当にただやっぱりそういうふうにゆっくりやっぱり噛んでいくこと、その行動だけでもまた全然違うし、うん、あのことはでも本当にゆっくり噛むこともすごく体にもいいし、その動作だけでね、うん、かつそこで本当にそのあこれは何の味だ、例えば人参でもそうだしごぼうでもそうだし、うんうん、何の味がここに入ってるんだと感じながら食べるのは、まあ、本当にでも理にかなってるよね、それはね。うん、ナウナーってやつでしょ、だからそれは。そうです、そうですね。ね、まあ、だから乾燥しようと思って自分のペースで走るか、タイムを目指して走って、うん、早く走ったら途中でリタイアするときだってあるわけじゃないですか、スポーツやってると。うんうんうん、まあ、だからその、なんか長い物差しで物事を見るっていうか、まあ、いろんなことに非常に重要だと思うんですよね。うんうん、それが、まあ、世の中的に今、人生100年時代なんか言われるようになって、うん、もっと逆にゆっくり何でも時間を楽しむようになる方が大事かなっていうのは、料理を作りながらも思うし、料理を食べるときも思いますね。ね、本当にゆっくりああいうふうに食べる、やっぱりそのこれは何の味だとか、やっぱり正直思って食べたことそんなに、美味しいか、あ、美味しい、すぐそれで、それがどういう味かとか、自分が好きかどうかっていうだけのところでね、うん、やっぱりこれは何どういうものが入ってる、どういうのとか、あんまり関心があるとか、僕なんかあらなかったからね。ああ、だからゆっくり止めて、唾液出して、唾液のおかげでアミラーゼも出ながら、でそれで消化器官でちゃんとうまみを感じると、満足なんですよね。うん。だからまあ、けど、人は満腹を感じたがるんですよね、脳で。ああ、まあそうね。で、それと、満腹と、衝撃っていうインパクトの濃いものを両方求めていくんで、うん、まあそれが脳が快楽だと覚えてたら依存になるよなと思うんですよね、やっぱ、うんうん、
完全本当自分なんかそういう心当たりがあるから、はいはい、だからお前さ、前一回なんかの講義の時にそれ聞かされて、はい、じゃあこれはどんな味がするんだろうと、もうちょっとゆっくり考えながら食べようっていうやっぱ思って、でもそれは本当にああいうの教えてもらってよかったなと思うもんね。その一点だけでもちょっとみんなに試されるだけでもね、それをメッセージで伝えれたら全然違うと思うよ。だって、まあ、うまみ、どれがうまいか、グルタミン酸とかそういうのって、そんなみんな分かって言ったって、まあ、なかなかそのリアルには感じられないわけじゃんか。でもやっぱりじゃあ、この食べ物ってどういうものが入ってて、これおいしいんだろうとか、うん、でそういうの、あ、これ何の味でこうなってるんだろうとか考えながら食べる。本当そう思いながら、まあ理屈っぽくじゃなくね、単に美味しいなと思った時に、あ、これ なんでこの美味しいのとか思いながら食べるのと、うん、美味しいから考えからっては全然やっぱり違うし、うん、だからそういうのを みんなこうなんかこう考え、ね、あの中間につけるの、それはそれで本当それを広めるだけでも全然違うじゃん。だから食べるってだってすごい生活の中の中心だからさ、まあ、漢字で言うと僕はそれをたしなむって言ってるんですけどね、うんうん、たしなむかたしなめないかっていうのは大きな差だと思うんですよね。でそれってやっぱり意識を向けて食べてるか食べてないかっていうことだと思って、意識向けて食べてるっていうのはそれを味わう、要するにたしなんでるってことなんで、でたしなむためにはそれなりに自分がやっぱり感覚を研ぎ澄ましてなきゃいけないし、あの自分を律してれないと感じれないことだと思うんで、まあね、それをなんか盲目的に何も考えずに、うん、味覚神経だけの反応で脳が、あ、うめ、うめっつって食べてて、うん、何入ってんだっけこのうまさっていうのを考えずに、うめ、うまくないだけでやっぱり食べてると、うん、やっぱりなんか悪い方向への行動刺激になっていくなっていう風なのは、まあ、自分自身もやっぱり体験してますよ、もちろん料理やりながらも、うんうん、だからそれじゃダメなんで、やっぱり味覚神経っていうのは確かにあって、これって味覚神経と本来なら口の中に入れていいものか悪いものかを感じるための本来の舌で脳が認知してるはずなんですけど、皆さんそれをみんな味覚で味わえるってことだと思ってるんですけど、大事なのは胃や腸に行って消化って思われてる胃の中でちゃんと旨味を感じれて、それが副交感神経、迷走神経働いてたりとか、腸に行って腸からちゃんと、吸収されることによってガバみたいなものがちゃんと、腸から脳に行って副交感神経が働いた時に、ああ今日はいい食事したなっていうのを胃まで行って感じるとか腸まで行って感じれるようになるっていうことが本当の多分体で味わうっていうことで、もうなんか世の中っていうのは短絡的に口の中または鼻から脳に直接的に行く味覚神経だけの話しかしてないっていうことが、うん、僕はこれちょっともったいないなと思う。本当のいい食事って翌日でもあいい食事だったなっていうぐらい体がリラックスしてたりするわけじゃないですか。うんうんうん、まあね、そうだね。うん、いやまあ本当なんだろう、もし本当にそのお客さんが言うように素材の味っていうものに自分ももし分かってきたら、例えばワインでも多分そうだと思う。いろんなことが分かる人は楽しくなるし、ワインも。うん、食事でも例えば、ね、もうただその味覚だけでも、あ、まあ、あ、これ美味しい、お腹いっぱいで終わるより、なんか一つ一つこれは何が入ってるから、これこういう味になってるな、美味しいなっていうのが分かったら、うん、それはそれでもっとやっぱりそういった素材のものを感じることの楽しさも分かってくるんだろうけどね、本当に。うん、それが分かってくる。そしたら調味料のやっぱりその濃さももっと鋭敏になってくるし、うん、ね、辛いものばっかり食べてたら、もう辛いことが辛いと思わなくなってるから、それが普通になるから。うん、だからもういつの間にかそれでやっぱり、ね、あの塩分がどんどん増えていくけど、でもちゃんとしたものもし食べる習慣になってきたら、ちょっと辛いものを辛いと思えるようになってきたら、またそれは素材の味がよく分かってくるんだろうね。うん、でもそれどうやったら、例えば、まあ、みんな、まあ、頭で分かってるわけじゃん。うんうん、例えば僕の言ってることだってみんな頭で分かってるわけじゃん。頭で分かる。でもそれをじゃあどうやってみんなに実践してもらうかっていうところだよね。それがね、最初に言って意識と行動っていうのを脳と行動っていうのに変えるってことで、うんうん、サポートする人がいないと無理なんですよ、やっぱ、うん、で僕が今それを自分でこうなんか確信得てやれてるのはオンライン料理教室で、オンラインでこうやって料理教室やってると、うんうん、僕の味覚と嗅覚は働かないんです、うんうん、受講者が僕の代わりに鍋の中を嗅いで、うん、鍋の中の味見をしてもらうんで、うん、僕はどちらかというとヘルパーさんみたいな感じなんですよ、サポートです、うん、皆さん、うんうん、で
指示しながら、うん、味見してください、このタイミングでとか、うん、このタイミングでこの鍋の中にはこの香りしてますかって言うと、ああ、しましたと。で、これしたら、もう少し加熱すると、ちょっとコクが出てくるんで、香りに。うん、そしたら次の工程してくださいって言うと、うん、皆さん、視覚だけの情報じゃなくて、ちゃんと嗅覚と味覚と、それから鍋の音聞いてるんで、で、僕の声を聞いてるんで、うん、結構、感覚器官を研ぎ澄ませなさせながら、一緒に料理してるんですよね。で、それって僕の中では、僕が肩を壊した時に、やっぱりこの肩の修理をしてくださって、サポートをしてくれたお医者さんと全く一緒の役割かなと思いながら、ニースからっていう場所でね、日本の方たちを対象に料理教室に来てるっていうのは、まあ、ちょっとした治療なのかなと思いながら、で、それで少しずつ稼働範囲をなんか広げれるっていうことを、こう、自分で処理してもらってる。それで気づけたから、あれっつって、なんだ、塩なしで料理できんだってみんななるんですよ、うんうん、でそのためには意識向けて最初から意味を理解して鍋の中香り変えたりとか味わったりしてやっていくと、塩がなくても食材の中には塩と同じ成分のナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムって大体隠れてるんで、そういったものを素材同士で組み合わせたり煮詰めることによってナトリウムをこう分かりやすくしてあげるとか、そういう料理の組み合わせをしたら、塩を入れなくても素材の中に隠れてる塩と同じ要素が出てくると味は感じますとか、あとそれから糖質っていうのもやっぱり素材の中に入ってるんで、糖質って加熱しているとやっぱり分かりやすくなってくるんで、加熱の意味っていうのがこの甘さを引き出すためで、砂糖を入れなくても甘さっていうのはゆっくり火を入れれば出ますとか、あとその甘いものとかアミノ酸が焦げると香ばしくなるっていうのは、これメイラード効果っていうんですけど、そうすると苦味が出てくるんですね、うんうん、そしたら人間の舌の上で感じれる旨味と塩味と甘味と苦味が加熱っていう力で感じやすくなるんですよね、うんうん、でそういうのを一緒にやってあげたら体感になってるんで、あら私でもできたってなるんですよね。でまず作った後に感動して、うん、特にお子さんがいるところは出すと子供は何も分かんない、そんな塩入れたとか入れてないとかあんま関係ないじゃないですか、子供にとっては。けどいつもの倍食べましたっていう報告が来るんですよね。とか、両親がちょっと最近体調が悪かったのによく食べてくれましたっていう反応があるっていうのを僕はレポートでもらうと、結構確信に変わってて、やっぱり僕が肩壊した時のようにちょっとずつちょっとずつ、ここでここまで例えば伸ばす理由っていうのはここの筋肉がこう固まってるからとか、ここがいっぱい崩れたからそれを可動を伸ばさないと、こうやって引っ張ってあげないと日常の生活に戻れなくなるからっていうことを一つ一つこうやる意味とか教えてもらってると、まあ、ああそっか、そうやってね、ちゃんとやんなきゃいけないんだ、リハビリって思ってたんですよね。で理解できてるから、でしかもサポートしてくれてるから、自分もそのまま家に帰ってもできるんですよね、みたいなサポートっていうのがやっぱり食の世界には、昔は一心、家族の中で伝承してきたかもしれないですね、親から。うん、けどもう多分僕とか、もう森本さんの親の世代からは、もう日本っていうのは高度経済成長で、なかなか家でそんな料理を一緒に作って子供に教えていくっていう時間がなかったんで、今までなんかナチュラルでやってたことが一旦途絶えられてしまってるんで、だからそこはちょっとやらなきゃいけないかなと思いながら、今やってますけど、いやもう、昨日だったかな、心臓病にかかってて、もう心臓が悪いと。で、医者からもう減塩してくださいって言われて、減塩料理作るんですけど、本当美味しくないから困ってるんですっていう人に、昨日無縁のね、塩なし料理教室だったんですよ。どうですかって言ったら、めちゃくちゃ美味しい、なんでもっと早く教えてくれなかったんですかって逆に怒られました。まあでも、例えば病院食でもさ、そういうのを、ケースケのなんかメニューの、病院食メニューかなんかで作ったり。いやもうぜひやりたいなと思ってます。うん。うん、ね、本当にそれ多分そういうのにアップデートすぐできるね、とこそういうことに新しいことに対してすぐ取り込んでくれる病院だし、ね、本当にそれ割とでもただそれはやっぱり時間とやっぱり労力は多少かかるでしょ。うん、もちろん。けどそっちかけてあげた方が働き方改革になるから結局、みんなハッピーになるはずなんですよね。まあ、家の人がまずやっぱそれできるよね。まず家でやれる人はね、まずはね。
うん、特にこのリモートワークは僕はすごく相性がいいと思って、うんうん、こういうリモートワークの時だからこそこういう料理の調理方法っていうのを身につけておいてほしいなとは思いますね、うんうん、あでもそれは要するにケイスケがやってることは自分も例えばヘルスケアのそのね、例えばそういうスタジオを作って、とにかくなんかどっかで突破口をちょっと開いてこういうことを広めたいっていう一緒のことだよね、これ。そうですね。やっぱなかなかそう簡単には。ハイパーですか、僕ら。だからなかなかさ、そう簡単にパッとやっぱり広がらないね、やっぱりもう今ちょっとそういうのじゃなかったから。うん、でも必ずこういうこといいんだよって、まあ、お互いそういった信念もあるしさ。うん、やっぱりそういうのを広めて分かって、こう理解してもらうように、どういう方法をしたらいいんだろうかっていうのは、まあ本当そういうので今、まあこう模索してるわけじゃない。うんうん、うん。ね、だから本当そういうのはすごく同じだなっていうのは思うよ。うんうんうん。うん、なるほどね。でもやっぱり食、うん、はい、食からちょっと聞きたいんですけど、うん、脳に関わることなんですけど、この塩分過剰摂取だったらもうどう考えても高血圧になっていくわけじゃないですか。うんうん。で、やっぱり高血圧の患者の方たちが結果その脳梗塞とか、うん、それから、ね、いろんな脳の問題を抱えていって。うん、なんでやめられないんですかっていうのをキュアとかキュアの現場から見ててどう思います、うん、これはね、まあ、要するに昔要するに戦後は脳卒中ってね血管が詰まる方の脳梗塞と破れる方の出血があったわけよ、うん、はいはい、で戦後は圧倒的に脳出血が多かったわけ、出血の方が多かったんですか、圧倒的に多かった、もう7割以上も出血だったわけ、はい、ところが今は7割以上も詰まる方の出血減ってるわけよ。ということはどういうことかっていうと、はい、この血圧ですら薬のコントロールがすごいわけ。だから要するに薬飲めばもうコントロールできちゃう。うん、ある程度はね。そうだからやっぱりみんなまたそっちへ行っちゃう。でしかも日本は医療費が安い。うん。ね。だって安いわけよ、世界と比べれば。うんうんうん。だからとにかくまず薬もらいに来る人が多い。はいはいはい。ね、だから高かったら、だから、どっちかというとそっちだキュアの方に行っちゃってるわけよ。はいはい。血圧ですよね。うんうん。でも本当は、要するに薬、かといえば、でもその一方で、薬できるだけ飲みたくないんですっていう人もいるわけ。はいはいはい。でも、だからといって、その食事とかそういうのを変えてるわけでもなく、ほったらかしにしてて、バーンってなっちゃって。で若も40代ぐらいで来る人も最近もたくさんいるしね、今日もだから40代で硬膜下出血の人手術したんだけど、はいはい、41歳だよ。いやもうね、本当に今日も多いですよね、多い、だからやっぱり血圧、青森県とかマジやばいですからね。まあやっぱり北に行けば行くほどやっぱり消化管も多いし酒の量も多いし、はい、やっぱりそこもあるんじゃないかなと思うんで、寒いし血圧も上がりやすいしね、うんうん、そういうのもあると思うんだよね。いやまあ、今、青森県の仕事もちょっと手伝ってるんですけど、うん、まあ、根本的な食習慣がまずい、やばいって思ってたけど、やばくなる理由もわかるんで、改善の余地はものすごくあると思うんで。これでもね、一番簡単に本当になると思ったら、医療費超高くなったら、みんな多分もっとケアする。なるほど。でしょ？だって、すごい薬も高くなって、病院行くのもすごい高くなったら、みんなやっぱり本当はケア。本当はだから、日本は、ちょっとそこがちょっと安すぎるのも、まあ、その負担は全部子供にいってるわけじゃない、医療費の負担は。はい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 、はい。だからそういうちょっと社会構造もあるんだけどね。まあね、それはね、経済大臣なんかも、生活習慣病に対する予算がかかりすぎてると。うん。これなんとかしないと、国のね、お金回すのが大変だっつって嘆いてるわけですけど、うん、かといって医療費下げるわけじゃないですからね。医療費下げたら、ほら選挙負けちゃうから言えないよ。そうでしょ。だって投票してるの上の人だからさ、で割と年齢高い人が投票してるわけだから、はいはい、医療費上げるぞって言っちゃったらさ、だからまあそういうのもあるからね、難しいところなんだけど、この僕らがどこに。そうそう、難しさですね。で、それね、うん、なんかね、僕体験したんです、この間。うん、それこそ脱臼したときに、うん、その後にすぐ日本に帰って、もう日本だと保険ないんですよ、うん、だけど普通に保険なしで病院にかかったらいくらかかるんだろうと思ってやってみたんです。そしたらすごいケアすると思うよ、みんなそうなったら。で、レントゲンじゃなくて ERM っていうんですかね、日本だと、うんうんうん、見て、でその後それを持って、まあ、その検査だけでだって 4,5 万かかって、う
で、その書類持って先生のところ見てもらったら、まあやっぱ3万ぐらい、4万ぐらいかかるわけですよね。うん、ほぼほぼこんな10万ぐらいかかるのと思うわけですよね。で、これ保険持ってたら、2割、3割負担じゃないですか、多分。それだったら、もっと気軽になんかいけるなと思ったんですよね。で、それで、待合でこう見てるときにね、ああ、この人たちは、何々さん、お元気っていうことを看護婦さんとかに言われながら、ああ、なんか、ここになんかこう、一種の、あの、なんだろう、あの、キャバクラに行ってるような感覚で、何々さんって声かけられてるのが嬉しいのかなと思うような感じでね。なんかでもみんながそこで公民館感覚やってるのもあるんですよ。クリニックが。いや、なんか、そういうなんかね、気軽に使える感覚がありすぎちゃって。まあね。このね、値段が安いのがこの国の癌だなって僕もその時実は思ったんですよ、それ。救急車もタダだし。高いでしょ、フランスとか。高いんでしょうね。フランスも結構ね、けど似てて、医療費ほとんどかかんないんですよ。あ、ほんと。保険が全部保証してくれるんで。でもね、これね、まあ2人でこう言ってるけど、うん、でも確かにいいこともあってね、うん、僕はコロナがね、あんまり広がらなかった、まあいろんな理由あると思うんだけど、うん、日本はやっぱりどんな人でも、やっぱりそのお金持ってる人と同じ治療を受けれるわけよ。はいはい。ね、やっぱりああいうアメリカとか南米とかああいうところですごい増えちゃってるのは、うん、やっぱりそういう衛生上悪いエリアがすごく大きいのと、やっぱりきちっとした治療はそういう人たちは受けれないというところがすごいやっぱ大きく影響してると思うね。うん、だからまあある意味医療は社会主義じゃない、日本って。うん、どんな人でもいい治療を受けれるっていうのはね。うん、だからまあそういうメリットもあるから、本当こればっかりあれどっちが違いに言えないんだよね。まあね、今の側面から見たらね、アメリカの現状を見てみるとね、そうですね。うん、そう。だから本当僕日本はやっぱりどんな人でもやっぱちゃんとした治療を受けれるっていうのは確かに本当素晴らしいことで、それはピラミッド時代はそれでね、みんな税金払うからよかったんだけど、どんどん税金払う人少なくなってる、今ではね。もらう方はね、その治療費受けれる人ばっかりが多くなっちゃってるから、うん、まあなかなかそう難しいんだよね、本当ね。どっちがいいのかね、見方変えればもう、ね、善悪が変わっちゃうから、うん、でも本当に僕らの時っていうのは、どうせもうその医療費も高かったら、どんどん国の借金につながるわけだし、できたら薬飲まない方が本当はいいわけだし。はいはいはい、あの意識を高めた方が絶対いいと思うけどね。うん、僕はそうやって言いながら最近料理教室マジでやってますよ。いやでも本当そういう人がでもやっぱり出てきていいんじゃない本当に、うん、なんで子供に死をしなかったら、まあ、子供も若いうちからそういう味を覚えないのも大事だし、子供に作りながらそれが自分の親たちも一緒に食べてくれれば、うん、親たちが病気になるリスクも圧倒的に減っていくわけだから、うん、一石二鳥であり、しかも医療費が抑えられるんだったら、うん、子供に負担を残さないっていう意識も自分が芽生えるっていうのも大事じゃないですかって言いながら料理教室やってますけどね。まあ、食育につながるもんね。はい、だからやっぱ親子とかその子供さんを持ってる人たちが対象にした方がすごくやっぱキャッチアップされやすいっていうか、うん、よりリアルにね、うん、でもみんな子供のためと思うとやっぱりこう響くじゃない。おいしいっていう声がやっぱりすぐ聞けるっていうのが多分一番のなんかバロメーターになってて、うん、ん子供がおいしいって言われたことがやっぱりやる気になりましたってなって作ってくださってる人たちが増えてるっていうのは、うん、まあ精神衛生上においてもいいことかなと思って。いや、いいんじゃない本当に。で、子供がそれが普通の味になってたら、要するに変な味が覚えてないわけだから、うん、ね、ちょっとその要するに塩辛いものとその砂糖が多かったら、それを全部そう思える舌になっていくわけじゃない子供とか、はいはいはい、だからね、そ例えばケースのやってることは、僕はそう親御さんたちに対して割とこうどんどんフォーカスして、最初はそこから入った方がより広、みんなこうリアルにさ、キャッチアップしたいと思うことなんじゃないかなと思う。例えば僕だとかは一番ほら、うわ働いてる世代って一番分かっちゃいるけど、なかなかで時間もなければなんかそういうのあるから、うん、まずそういうのはすごい響きやすいっていうのは、どこの層かっていったらそこなんじゃない、うん、食育につなげてね、やっぱりやるのはね。でも必要なことだし、結論いろんな意味で安くつくから本当はいいんですけど、うん、ね、だから本当それはそうなんじゃないと、ね、まあ、まあ何らかでだって誰か思った人がそういうふうにちょっと何かをアクション起こしていかないと、どっちにしたってさ、うん、自分はそういったことに関してはやっぱ砂を噛むような思いがあるわけよやっぱり、はいはい、
ね、やっぱりみんな患者さん薬だし言っても言ってもやっぱりそれが自由診療だったらなかなかやっぱりそういうふうになびいてね、やっぱり考えてくれないし、まあでもやっぱり言い続けないといけないし、あ、ね、行動し続けないとやっぱりもう諦めちゃったらそれで終わっちゃうから、はいはいはい、ね、まあちょっと上がっていくしかないんだけどね。そうですね、まあもうけど幸いねオンラインでできるんで、はい、いいじゃん、ね、これがね僕の大きな進歩、このコロナ期間中の進歩なんで。あとは自分でやれるのがいいよね。今僕言ってもこう言ってるんだけど、やっぱりその仲間に手伝ってもらいながらしかまだやれないんで。でも手術終わったらやっぱりそういう方に、もう手術が終わる、終わね、もう手術やめようってなった時は、できたらもうそっちの方に行きたいなと思ってるんだけどね。もうケースでも自分でやれるわけじゃん、それは。もうリアルに。やっぱりそれはやっぱり全然違うよ。画面一つで。うん、できるんで、でしかも大体僕の料理教室で事前に僕が料理作ったものを皆さん動画でチェックして、うん、材料を準備して僕が画面越しに10人とか15人を見ながらやっていくんで、うん、基本見てるだけなんですよ。でその時に火を入れる意味とか切り方の意味とか熱を伝える意味とかを全部説明すると、なんか今までこうやってきた料理がなんとなくやってきたのが意味があったんだっていうのに気づいてもらえる、うん、っていう感じで今やってますね。ね、でも本当にあれじゃない、やっぱりそういうことを誰かがやっていかなきゃいけないわけだからさ、うん、もうね、続けていくしかないよね。もう僕も自分も僕もそうだけどさ、そういったケアに関してはね、うん、ちょっと待ってね、ごめんね、はいはい、はいはい、うん、大丈夫、あ、じゃあ俺も後でまた行くわ、はい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 、どうもごめんね、すいません。あとなんかこう手術とかもそうかもしれないんですけど、うん、先生のところに行ったら とにかく一回脳を検査できるじゃないですか。そうです。で脳を見たら、うん、どこが悪くなっていくかっていうのが、うん、もう分かる時代じゃないですか。まあそこまではなかなか難しい、正直難しいところあるんだけどね。いろんなこじつけの意味はそういう人もいるんだけど、分かる人もいるし、でも分かんない人の方がやっぱ多いね。どこが悪くなっていくっていうのは分かんないことが多いよ、正直は。正直は。うんうん。けどある程度なんとなく、あ、気をつけた方がいいですよとか。いや、それは分かる。気をつけなきゃいけない人は、もうやっぱり明らかに脳の血管の老化がもう、そのちっちゃな絡梗塞っていう形で見えるのでね。はいはいはい。血管、脳の血管の老化が分かるんで、うん、それはもう分かるよね。明らかにやっぱり脳の血管老化してきてますよっていうのは、うん、40代、50代でもそういう人がいるから、うん、逆に70代、80代でもそういうの少ない人がいるし、うん、それは分かるよね、うんうん、気をつけた方が、あなたちょっとやっぱり気をつけた方がいいですよってやね、うん、生活習慣上ね、うんうん、だからどうしても症状に出ないから生活習慣病って、うん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 、どうやって意識の差が出ちゃうのね。なるほどね。しかも、コントロールに関して。来るじゃないですか。ん？そう、急に来るから。ちょっと痛くなってきて、あれおかしいなじゃなくて、いきなり破綻してるじゃないですか。そう、心臓でも脳でも急だから。はい。だから、まあ本当そこはね、だからまあ自分なんてもだからもう、いつなるかなるかってなってないけど思っちゃう。毎日見てるから、年下が来るから。はい、だからその辺に対する、生理に対する緊張感は圧倒的に僕殺せられたら、やっぱ強いじゃない。毎日だって年下来るわけだから、はい、いつ自分がもうそうなっちゃうかもわかんない、はいはい、でもこんな病院に勤めてなかったらわかんないじゃん。みんな別になってさ、元気なのが当たり前だから。あの人元気だったのに急にっていう話が多いですからね。本当ね。だからまあね、あの友達とかにはみんなやっぱ気をつけた方がいいって言うけどね。それはね、気をつけた方がいいってやばいと思っててもやめれない自分もいるってことですね。まあそういう人もいるし、でも気をつけてる人もいるし、うんね、もうそこだけはもうなんていうの、例えばタバコ一つでもさ、もういいんだっていう人はもう自分の人生哲学だからそれはね、好きなことやってそれでいいんだっていう人は、その人はもうそれでしょ、いいですよっていうし、うんうん、ね、でもね、そうやって健康でいたいんなら、やっぱ健康でいるってやっぱ楽しく生きたければ健康でいなきゃダメじゃん。はい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 、ね、特に僕なんか脳を見てるから、やっぱりできたら急に手を動かなくなる、足を動かなくなる、いつかそうになってるか分かんないって、やっぱり実際見てるから、患者さん。うん。やっぱり健康であることのありがたみはやっぱすごく分かるし、うん。だから余計そういう、ね、基礎疾患の採血データとかもそうだし、血圧もそうだし、すごくやっぱ気に、まあ職業柄ね、
だけどどうやってまあみんなにそういうことをやっぱりね、やっぱりもっとリアルに分かってもらうかだけどね。うん、まあ僕なんか本だから、ね、本にそうやって書いたりとか、まあ講演したりとか、まあそういう方法しか今ないので、そういったアウトプットしかしてない。ね、それやってるけどね。なんか、予防で脳のこういう検査を受けるって、なんとなく自分の傾向が分かるとかっていうので、保険で賄えるもんなんですか？保険で？これはね、本当はやっぱり症状がない人は保険では賄えない。あ、そこが問題ですね、じゃあね。うん、それはね。だからどうしてもそれは脳ドックっていう形になっちゃうので、うん、まあ重心度になっちゃう。うん。これはね。まあ、だけど症状があったらひょっとしたら脳に何かあるかもしれないってなったら、それは保険が効くわけよ。はいはいはい。これはね。でもまあ、普通は症状なければ、ただ脳を調べてくださいだけだと保険は効かない。まあ、そうでなくても日本っていうのは MR の台数は世界一多いから、うん、やりすぎだって言われてる国だからね。検査ね。やりすぎでも、あの病気になる人は多いっていうね。分かってるけどやめらんない人たちが多いってこと。そう。だからね、まあ、そういったまあ、側面はあるんだけどね。うん、ね、考えなきゃいけないですね、ハイパーな人たちが。ね、でもまあ本当にそういう試みっていうのは本当にもう誰かがやっていかなきゃいけないことだし、うん、やっぱり食事ってやっぱすごく大事じゃない。はいはい。やっぱ自分もやっぱそう思うし、自分なんかはもう本当外食ばっかりでも、やっぱりもうカロリー減らせないんだったら、その食べる量だけでも減らそうとか、ちょっと肉に偏ってるからもうちょっと魚屋さんにしとこうとか、まあそういったもうバランスだけでももうやっぱり昔からぐらいずっと考えるもんね。うん、やっぱり食べるもんは食べるもんで、やっぱり自分の体調やっぱり違うし、うん、ね、お腹いっぱい食べることも使えないけど、そう考えたらあれっすね、うん、今パッと思ったんですけど、森本さんに料理教室をするっていうのが一番いいかもしれないと思います。そのあれが重要さがね。そうそう、いや本当見てて、いやなんか俺ができたよってなったら、何にモリモリができたんだったら私もっていう人出てくるから、絶対。いや絶対出てくると思うね。いやだからいいことやってるなと思って見てるよ、あのフェイスブックあれ。はい。いや、これちょっとターゲットをちょっと考えなきゃいけないなと思って、ここにいたって感じですね。うん。医者が自分自らこうやっていくっていうのは結構なんかインパクトあることかなとやっぱ思うし。なあ、ほんと。だからそれもそうだしね。だから自分がやってることもそうなの。例えば自分は今自分でヨガやったりとか、うん、自分でそういうのね、あの、運動してたりとか。自分やってなかったらやっぱ言えないじゃない。言えないですね。だからそれはやっぱり自分も同じで、まずはやるってことですね。うんうん、やるようにしてるんだけどね。でもまあ料理も、いや、まあやりましょうって言われたらみんな引くと思う。それは言わない。それはね。走ろうとか言ってて、健康だからとかって言ってると多分誰もついてこなくなると思うんで、ね。もう俺も最近はもうほら、乾燥大事だ。追い込まない。ね、もうエイジングになっちゃうから、喜びすぎると、うん、アンチエイジングにならないからね。で、ただまあ、うん、まあ、まだ健康のためにやってるわけだからね。うん。まあ、でもそれもみんなスタイルがあっていいと思うんだよね。うん、要するにそういったタイムやることで自分の気持ちが元気になる人はそうやったらいいし。ね。僕なんかほら、練習量そんな取れないのにタイムとか言ってたらストレスにしかならないでしょ。うんうんうん。みんなやっぱり自分のね、あの生活と見かけに合ったやり方、自分にやっぱプラスになるようなやり方で取り組めばいいと思うしね。うん。体を動かすのもね、みんなが別にそんな無理してやることも全然ないと思うし、みんなのやり方でね、みんなのスタンスでやるのが一番大事じゃない。続けることが大事だからね。そうですね。そこ大事。うん、ね。そうだね。考えられますね、ほんと。うん。いや、でもほんと、まあ、まあ、ケースが食だし、僕はそういった体をほんと動かすことの中で、まあ、できるだけその人のやっぱり心身にね、体もメンタルも最終的に、でも食事が良くて体元気になるってことも、最終的にメンタルに全部影響するわけじゃない。そうですね。やっぱりメンタルを健康にしようとするのは、まず体を元気にすることだっていうのは僕はすごく思ってて、うんうん、メンタルだけ健康にするってやっぱ僕は違うと思ってるね、うんうん、で体を健康にすることの方が、食べるものも何食べたらいいかのがタスクがはっきりしてるし、やることがはっきりしてるし、はいはい、体もこういうことをやったらいいよって教えてもらえば、やることがはっきりしてた方が取り組みやすいと思ってる、うんうんうん、だからそういうのをできるだけはっきりシンプルにクリアにしといてあげて、相手に教えてあげて伝えてあげるっていうことがすごく大事と思ってて、うん、パッてだから運動だけしてくださいっても分かんないじゃん。分かんないですね。外来でそう言ってもさ、
だからその人に応じたね、何かメニューをね、きちっと提供してあげればいいかなと思うんだよね。なんかそれって、まあ、昔だからずっと言われてる医食同源という言葉があって、まあね、医療と食とっていうところからの同じルーツだってことだと思うんですけど、なんかこのコロナになって、人生ってなんだっけとか、豊かさってなんだっけとか、まあ、心地よく安らかに生きていくっていうこととかを、まあ、表現として正しいかどうかは分かんないけど、そこを人としての美しさっていう言葉で考えれば、まあ、美食同源かなっていうふうに思ってて、美ってなると、まあ、女性がね、こう輝いてる美っていうふうに意味になりがちなんですけど、なんか美しく豊かに生きていくっていうことでのなんか美食同源っていうような言葉が、ちょっと、美魔女的な美じゃないところにね、うん、美っていう言葉が使われるようになっていく、うん、っていうことをこうできれば、体を動かすことも多分美しく生きるための手段だし、美味しい食事って言われるその健康的な食事を食べるっていうところもやっぱり美しさだと思うんで、うん、なんかそういう意味でなんかこう美食同源的な言葉がちょっと世の中に広がっていく、うん、いうことがなんか必要かなとは今思ってますね、僕は。まあでも本当にあの 僕とか気をつけるような年齢からって外いくら、はい、外見をいくら整えたところでメンタルが健康かどうかが全部顔に出ちゃうわけじゃん。ね、いくら外をさ、なんかね、あの肌きれいにしたって、髪型きれいにしたって、要するにみんなそうじゃん、周り見たって。はい。やっぱりメンタル、やっぱり健康、心がやっぱり元気な人、健康って全部それはもう外に出やすくなってくるわけだし。だからそれが今言ったことと同じじゃない。だから自分もやっぱりそれをすごく心がけてるし、うん。もちろん身なりをきちっとすることは大事だけど、でも最終的にはやっぱり心がやっぱりいつも自分の中できちんと元気になるように、いろんなことを気をつけようとしてることが、それが表情に出るし、うんうん。でもその人の顔に出るわけだから、うん、だからまあそれ言ってることで一緒だと思うんだよね。それが美だと思うし、要するに外だけ飾ってたってメンタルすごいストレスかね、抱えてたらそれが若い時はそれでいいけど、だんだんそういうのっても全部出ちゃうから。そうですね。うん。心になっていきますよね、年、うん、だからやっぱりね、気持ちを元気にしておくために食事も大事だし、体を動かすところも大事だし、最終的には全部それ、ね、心の方にメンタルのところに全部いい影響を与えることをやっぱり自分の中で生活の中で取り入れるってことが大事だから。うん。ね、それを心がけてる人と心がけてない人は全然差が出ちゃうし。そうですね。うん。あとそういうことを聞かせれるようにしてあげれればいいかなと思いますね。ね、気づいた人がそういうことをやっぱり発信していくのが大事だよね。うん。ね、うん。そう思ってます。はい、今日はいろいろとありがとうございました。いや、ありがとうございました。長くなって。またなんかちょっといろいろと。ぜひ。脳の反応とかいろいろと教えてもらいたいこといっぱいあるんで。いや本当にあの僕もケアはすごく興味あって、まあ、手術の方、まあ今は手術のちょっと傍らなんだけど、いずれはメインでちょっとやりたいので、うん、ぜひ手術とね、つながるようにね。でもまたに遊びに行くから、おいしいもん食べさせて。あ、はい。やっぱりおいしいもん食べたいじゃん。頼むよ。場所が大事で、場所が。言ってたじゃん、大事でしょ、場所。はい、ね。あ、本当糸腸からのやっぱ副交感神経のアプローチみたいなのは僕はちょっと今後いろいろと考えたいなと思ってるんで、うん、そういう、まあ、そういう言葉も実際こう使ってもいいんじゃないの。本当に実際それが本当に理論がちゃんとあるんなら、はい、やっぱりね、気持ちやすい、やすい食べ物ってやっぱありますよっていうので、うんうん、なんかね、糸腸にいる食事をアプローチしようっていう考え自体基本ないですからね、みんな。ね、もう本当に、まあね、まず誰かが発信していかないといけないから大変だろうけども、ね、まあ、ケスケのパワーがあればバイタリティでなんとか、はい、それも料理していきます。ね、またよろしくお願いします。はい、すいません、今日どうもありがとうございました。はい、いやいや、ありがとうね。はい、またちょっと、じゃあまた、はいはい、どうも、いいことがあったら、はい、ぜひぜひ、じゃあね、はい、どうも、お疲れ様です。